My waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through. Yeah. Bless me. Thank you.What is up, you guys? It's me, Nagisa. 皆さん、こんにちは。Nagisa です。Today, I am going to be showing you guys my January favorites. Yay! I've never done a favorites video before, and 前、なんか好きな商品とかおすすめの商品の紹介してくださいっていうリクエストをいただいたので、それを作っていこうと思います。So if you're interested, please watch this video!ビリプロダクツの中で私がおすすめする3つの商品、今年1月、1月でおすすめする3つの商品。Okay, that's okay. まあちょっとおことで一番最初に紹介するのが1月のフェイブリッツビューティープロダクツ。あれ、ちょっと待って、もうおかしい。で一番最初に紹介するのがビューティープロダクツ。3つ紹介していきたいと思います。1つ目はこちらです。お風呂上がりによく使ってるこのフェイスパック、結構もうどこでも売ってるやつだからもう多分みんな見たことあると思うけど、ルルルンフェイスマスクルルルン、あれちょっとルルルン多かった気がする、フェイスマスクルルルンってやつです。なんかこれは朝使ってもいいのかな、わかんない、 It doesn't really say。 でも私はお風呂上がりに化粧水だけ塗った上にやってます、これこのマスクで、この箱は36枚入りで値段は1500円ぐらいだったから、すごくアフォーダブル、リーズナブルでいいと思います。合わないものが、まあ、とにかく多くて、このパックのいいところは私の肌結構脂っこくて、おでこのエリアがもう本当になんか串揚げ作れちゃうんじゃないかなってぐらい、本当にもう脂の量がすごいのね。とりあえずそれで、あ、フェイスパック多分したら顔がベタベタになるなと思ったんだけど、あ、でも肌良くしたいからなんかパックもしたいなと思ったんだけど、で探してたんだけど、そしたらこれ脂っぽい肌でも大丈夫って書いてあったから、あー、でもね、めっちゃいいじゃんと思って、なんて言うんだろう、保湿だけじゃなくてその肌の状態を整えてくれるらしいから、脂っこい肌あるなって思う人たちにはこれ使っても大丈夫だよっていうことを言いたかったです。次の商品は青系で、メイクアップチュトリアルを、デイリーメイクアップチュトリアルをこの動画の前にアップしたと思うんだけど、その時に両方使った商品で、1月は I've been loving using the color blue on my eyes and 今も使ってるんだけど、本当に全然わからないぐらいで、それが青ライナー、メイベリンのハイパーシャープライナーって、このさ、シリーズあるじゃん、いろんな色あって、そんなに濃くない黒みたいな、グレーっぽい感じで、アイライナーがナチュラルに引ける気がします。でしかもアイライナーって結構取れてきちゃった時ってボロボロになったり、このなんて言うんだろう、目のさ、油でさ取れちゃった部分とか、こすって取っちゃった部分がさ目立つじゃん、黒だと。ちょっと取れちゃった後でも見た目はまあまあ大丈夫なのでこれおすすめします。次におすすめする青商品がこのブルーマスカラです。こんな感じのパッケージングになってて、値段は1800円でした。つけててもそんなになんか青いまつげだなんないし、黒い青、黒マスカラ、遊べる黒マスカラって書いてあるから、多分一応黒マスカラで、黒いんだけど with like a hint of blue、 ちょっと青い感じかな。この紺色のアイライナーと紺色のマスカラ使うことによって、まあ私的には分かんないけど、なんか目の色って綺麗に見せるにはこの白いところがちょっと青っぽくなってるのがいいんだって。でこれ使えば、なんだろう、ちょっとなんとなく青さがさ目元にあるから、ナチュラルに目の色が綺麗に見えるんじゃないかなと思って合わせて今使ってみてます。次に入りたいのがファッション。まず一つ目紹介したいのがこのトップス、この紺色のただのタートルネックなんだけど、最近なんかタートルネックハマっててピタッてしてるやつ。まず一つ目、 I'm like super 寒がり、スーパー寒がりだから、まあ、とりあえずタートルネックが欲しい、この首元のあったかさが欲しくてタートルネック着てます。でこのやつは生地もすごい伸びて柔らかくて、下にヒートテック着る余裕もあるしめっちゃいい。でこれ買ったのはアメリカンイーグルの下着とかのセクションにある、パジャマとかも売ってるのかな、そのパジャマのセクションにある
タートルネック。だからこれがパジャマ用だったかもしれないけど、 I don't know。 でもどっちにしろ可愛いから It's all good。 次に好きなのがこのジーンズ。これもアメリカンイーグルで買ったんだけど、ここね、普通のジーンズに一見見えるんだけど、なんかよく見える、よく見てもうん、はっきりよく見なくても分かる。でこの線が入っていることによってすっごいなんか足が細く見えるの。もうびっくりしちゃう。横がこのジーンズなのにジーンズ色でこう線が入ってるから、すっごいナチュラルにこう濃い線が自分の足の横をこう整えてくれて、キュッてなります。1月の10日ぐらいに買ったから、I think they still have it。 多分店にまだ置いてるんじゃないかなって思います。だからちょっとスキニージーンズでハイウエストが好きで、でちょっと足を細く見せたいなっていう子たちにはすっごくおすすめです。で次に紹介したいのがこちら、帽子です。あの全然この帽子じゃなくてもいいっていうのが本当にあるんだけど、あの私目が1週間前ぐらいに、なんか学校にいる間だよ、大学にいる間、目が急に腫れ始めてパンパンに、でなんかもうこんな感じになっちゃって、こうなんか目が開かない、開いてたんだけど本当にもう膨れ上がっちゃってて大変だったので、なんかあこれやばいやばいと思って、私はその日授業出ないで帰ったんだけど、で病院行ったんだけど、あの帰り道電車乗るじゃん、その時に眼鏡かければ隠れるかなと思ってたんだけど本当に隠れなくて、あのあこれは大変と思って、もう自分のもう自信がもうなさすぎて顔をとりあえず早く隠したいってなって、もう店にこう眼鏡かけて下向いて書き込んで、適当に帽子取ってこれ買いますお願いしますって言って買ったんだけど、なんかその買ったやつが意外と可愛くて、今までキャップってあんま被ったことがなくて、なんか自分似合わないかなと思ってたんだけど、でもなんかすごいこの似合うかはまた別の話で、この顔がこう隠れる感じがめっちゃいいなと思っちゃって、これからもキャップを着たいと思います。なんか紺色と紺言ったらもう私野球少年みたいに野球するかみたいになっちゃって、ちょっとこのアウトフィットでは合わないのは分かりますけど、あのこの感じすごくいいです。結構前からみんな、私の周りの人たちもみんな帽子かぶってたから、これ別におすすめとか言うのもおかしいかもしれないけど、最近すごい帽子が好きになりました。で最後にファッションのものでおすすめしたいのがこのイヤリング、折り紙でできてて鶴の形してるんだけど、私今まだ耳開けてないからイヤリング使ってるんだけど、こんな感じで折り紙の鶴がイヤリングについてるので、私は赤いのを買いました。横浜の赤レンガ倉庫の中で買ったんだけど、のれんっていうお店だったのね。日本のこの和の感じが自分の洋服と一緒にこう混ざってんのがめっちゃ可愛いなと思って今ハマってます。和の一点が身についている日本人としてなんか嬉しいなって思います。次紹介するのは My favorite books。 January I haven't really read that many books。 So 一個丸々読みましたっていうのはないんだけど、勉強のためで唯一めっちゃちゃんと読んだのが、あのでも前回はちょっとまだ読んでないんだけど、源氏物語の漫画なんか授業でいつかやるかなとか、ちょっとだけ前授業でやったのね。でなんかもう少しちゃんと理解、源氏物語理解できるような人になりたいなと思って、とりあえず一番最初にやってるのが漫画を読むこと。それ以外にあのちゃんとした本で、あのあんまり1月には関係ないんだけどおすすめしたい本がいくつかあります。1冊目は、まあ一冊って言っておっしゃったんだけど、日本語なんだけどね、海辺のカフカっていう本で村上春樹が書いた本なんだけど、去年のちょうど1年前ぐらいに読んだんだよこの本で、なんか最近また読みたいなと思って出してきた本だけど、なんかいろんな3つぐらいの違う人の視点で話が進んでいくの。だからこう一人の視線一人のパースペクティブで読まれてる、あの進んでいくお話ではちょっと何が起きてるか分かんない時に、こっちの B さんが言ってるお話のあの流れを聞いていくうちに、あ A さんが言ってたのこういうこと、この B さんが言ってるこのことだみたいな発見が結構いろいろあって、こう自分でこういろんな話をこう組み合わせていってこう考えていけるのがめっちゃ面白い。でもまあちょっとだけ I would say it's not the most appropriate book、 ちょっとだけ inappropriate かもしれないけど、でもそれも村上春樹の writing style だし世界観だから、なんて言うんだろう、それをちょっと inappropriate だと思うんじゃなくて、なんかあこういう世界もあるんだなって思うのもいいと思います。英語の本のおすすめ
あの聞かれること多いんだけど、でも英語の方最近読んでなくて、なんか宿題で結構リーディングの課題とかがあって、そういういろんなあの違うアーティクルとかばっか読んじゃってて、あんま本を読んでないです。でもおすすめする本、英語の本っていうか、あのこれはあの詩なんだけど、 Poetry、 It's called The Sun and Her Flowers by Ruby Carr。 あの日本じゃない国ではもうすっごい流行ってて、もうこの本ありふれてるって思われちゃうかもしれないから、ちょっとつまんないかもしれないんだけど、あの本当にこの人の書く詩が素敵で、女性としてのなんか誇りを持つこととか、あとはその自分を大切にするっていうことのレッスンが詰まった詩をたくさん書くのね。長さもいろいろで、こういうぐらいの詩もあれば、なんか3ページぐらいに続く長い詩もあるし、逆に本当にちっちゃいこれぐらいの詩とかもあって、この人の絵が可愛くて、詩に合わせた独特なイラストが描いてあって、もう作者が描いてる絵だと思うと、本当にあ、この人素敵な人だなってすごい思います。深いなって私詩読むと好きだから、この本すごいおすすめです。 The Sun and Her Flowers 以外にも、なんかハニー、蜂蜜、なんかハニーなんとかっていうやつとかあった気がする。なんか本屋さんに置いてあったんだけど、 I didn't have enough money to buy it, so I just bought one ということで、これが私がおすすめする商品でした。他に動画のリクエストがあったら、ぜひ送ってきてください。インスタでもいいし、コメント欄でもいいです。インスタのリンクは下に貼ってあるので、ぜひ見てみてください。So thank you guys so much for watching. If you like this video, make sure to give it a thumbs up. And I will see you guys in my next video. Bye! Just love and understanding positivity. We could change this whole world.